名古屋市立東山小学校は、名古屋市畜作橋本町にある公立小学校。1942年9月1日、畜作田代町麻町近において、田代国民学校の分校として成立。翌年4月1日、名古屋市東山国民学校として、分離独立を果たした。戦況の激化により、 1945年5月8日から10月15日まで、愛知県庭郡小千野町において、集団疎開を行っている。1947年4月1日に、名古屋市立東山小学校と名称を改めている。1958年8月27日には、星ヶ丘1の4に、1971年1月8日には、見つけ町3の1の3にそれぞれ分校が成立した。 星ヶ丘の分校は1962年4月1日に星ヶ丘小学校として三つ家町の分校は1982年4月1日に三つ家小学校としてそれぞれ分離独立を果たしている愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである部活動として水泳部野球部陸上部ソフトボール部サッカー部バスケットボール部 金管バンド部が活動を行っている。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日、現在、畜作のうち、浅岡町1から2丁目、池上町、鹿野古町、東山町3丁目、清澄町、楠本町、新池町、田代町あざかの子殿、東名町、猫、ポラ2、橋本町、 東山通り2から5丁目、日和町2から5丁目、平和公園3丁目、元山町の全域及び朝岡町3丁目、東山町1から2丁目、末森通り5丁目、その山町1丁目、徳川山町3丁目、東山通り1丁目、日和町1丁目、平和公園1丁目、平和公園2丁目、四谷通り1から2丁目の各一部を通学区域として指定している。 また、卒業後の進学先は、名古屋市立東清中学校となっている。ありがとうございます。